おはようございます。ということで本日、蒲郡の G1 東海地区選手権競争が今日から始まるということで、僕の大好きな蒲郡初日全レース分回していきたいと思います。蒲郡に関しては、僕はめっちゃ得意でして、去年の11月に行われた記念も爆勝ちしましたし、まあ多分初日の動画の時も確か爆勝ちして、まあ、節間でも勝ったんですけども、その前のレディースチャンピオンでも僕は爆勝ちしたので、本当に最近の蒲郡のグレードレースの相性めちゃめちゃいいので、今日もなんとかね結果を残せるように頑張っていきたいと思います。最近本当にちょっと初日の動画ね、負けまくってて見せ場なくて本当申し訳ないんで、今日得意の蒲郡で決めれるように頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、では早速1レース勝負していきたいと思います。はい、お願いします。まず注目モーターが3号艇の黒崎選手の39号機は前節流出してるんですけれども、瀬尾選手がチルト0にしてまくりまくってたモーターなんで、まあ、伸びが特に注目だったんですが、チルトを下げたことを考えても行き足伸びに関してはちょっとは落ちると思うんですが、今の展示を見る限り展示タイムも出てましたし行き足悪くなかったんで、引き続き注目ということで3を軸に買ったんですが、ちょっと展示で気配よく見えたのが2号艇の重野選手で、結構部品交換してたんですが3号艇の黒崎選手と同じぐらい行き足がよく見えて、1号艇の吉田選手はちょっとフライング切ってからスタートが決まってないので、まくり屋の重野選手のまくりまで想定して、まずは3頭固定で3、1、2、4、5流し、はい、まくりまたはまくり差しまたは差し、もう全パターン買いました。で6はちょっと船足ですけども6コースで遠いので3着までで、2、3、2、3、4、5、6、これは重野選手のまくりパターンですね。これを買いましたので、一番大本線は2000円入れてる3、2、4、5、6ですね。2がまくって3の差し、はい、これをまず本線に取っていきたいと思います。お願いします。よし、まずはオープニングレース、ちょっと波乱含み、あ、やばい、あー、まずいな、これで3、6まで見えてきたな。電池もちょっと遅かったもんな。いや、5もモーターいいんだけどな、もったいねえ。かなり波乱含みだけど、これでちょっと6頭まで見えてきたっていうところ、差し歯開けや、まあ、でも2と3バチッといくだろうから、ちょっと差し歯は開かないような気もするけどな。よっしゃ、2と3まずはスタートバッチリ頼むで、スタートバッチリ。あー、1も決めたか、2まくりいけ、いやーちょっときついか、うわー2の差しや、いや1、2か、1、2、6ちょっと3スタート遅れた、行き足甘くなかった、見てなかった、2番しか見てなかった。4がちょいへこんで6が攻めてきて、3もちょっとがっつりいかれてたな。おう、うまっ、6いいな、やっぱ届かすんじゃねこれ、いやきついか、1、2、6だね。これは展示から出入ったら足立勇気潜り込んだ6だ、コーナー中央と落としながら全く出ていく重野に対して6号艇足立勇気詰まってる、ボートが並ぶところまで来ているかどうか、まだボート半分差、最終コーナー1号艇の吉田勇気から2番手の線が興味です。重野踏ん張るか、足立勇気最後はドンと外から回していって食い下がる表情ですが、いや、2だ、ギリ6いいな、一発目外れ。なんか今日始まる前のピットレポートで、その前節は気温が下がりすぎてて、その今節と全く違うから調整が難しくて、もしかしたらもうモーターの傾向がガラッと変わるかもしれないみたいなこと言ってたんですよ。なのでもしかしたらこの3号艇のモーターも、まあ、前節チルト跳ねてたっていうのあったけど、一気にパンチ力が落ちるかもしれないってことでね、まあ、むずいですけど、ちょっと前半の傾向を見ながら勝負していきたいと思います。はい、
はい、2レース、このレースはモーターがいいのが6号艇の杉田選手の72号機。これは前回白井選手が優勝しているモーターなんですけれども、その前に使った黒野元基選手もめちゃめちゃ出していたモーターなので、直近の気配はこの中に入れば、僕は一番出てると思ってます。で、1号艇の長嶋選手の17号機も、最近は気配あんま良くないんですけれども、まあ、全体的に数字はあって展示も出てるんで、ある程度信頼して、ここは6号艇杉田選手の3着付け、これを温泉に変えました。でスタート揃った場合でも3着だったらこのモーターならこれで可能性あると思いますし、仮に展示タイム出てる4号艇の服部選手まくり屋なんで、これがまくっていけば展開恵まれての3着あるんじゃないかということで、本戦は1流し6均等買いで3000円ずつ流しました。はい、そして逆転候補はまくりかまくり差しのダッシュの服部選手か深谷選手、4-5、1-4、5-6で、まあ、1-6も満州ついてるんで1000円だけ抑えました。これで勝負したいと思います。本来だったら3号艇の坂本選手の63号機、これも重視していたんですけれども、展示見る限りちょっと良くなかったので、もしかしたら前節の転覆が影響してるかもしれないということで、ここはあえてダッシュを重視して買いました。はい、これで勝負です。さあ、72号機ポテンシャル、若干服部攻めがいいな。若干服部攻めだけど1人もバッチリいってるみたいな、そのスリット体型がありそうです。さあバッチリだな。塩いけ、え、2巻くんじゃねえのこれ。これ6アンペア逃げれば2? 大穴やべ。マジかよ。いやきついな、これじゃあ6入ってこれねえか。なんとかなれ、ターンはいいから。きついか、さすがにきついか。あー読んだな、1-2読んだな。あのスリットで1-2-4になるか。6回目でできたか。1-2-4か、あのスリットで1-2-4になるか。ちょっと逃げすぎ面の嫌な予感がしてきたんですが、惜しいな。まだあの位置からここまで詰めてるのはやっぱ船足はいいんじゃないでしょうか。まだ2レース目なんで、はい、ちょっと切り替えていきたいと思います。はい、3レース、ここは展示で佐々木選手が結構強気に動いて、みんな抵抗しようとしたんですけれども、なんか変な形になって、展示では1-4-6-5-2-3のオールスローになったんですけど、本番ちょっとわからない。で、あの感じでダッシュに引かなかったってことは、本番全員抵抗する可能性が高いんじゃないかという。そうなった場合はオールスローになると思うんで、そしたら素直にもう内枠同士の決着になるんで、1-2-3-4、ちょっと勝負度低めっすね。本番どうなるか分かんないんで。で、穴があるとすれば、展示みたいに抵抗しようとしたけども強気にもう目先を向けちゃって1-6になった場合の2のまくりと3のまくりですね。これを500円ずつ買って1-2-1000円ですね。はい、これで勝負します。まあ、ちょっとここは本当に進入が分かりづらいんで、勝負度低めでいきたいと思います。坂口選手の50号機は、僕は今節の中でも3本の指に入るぐらい出てると思うので、優勝候補かなと思うので、まあ、オールスローだったら間違いなく、はい、これで勝負します。もうどうせ行くなら、本当、強気に向けてほしいわ。みんな、モンキーターン気味に行ったぞ。えぐいて。よし、2匹こんだけ深きりゃ。でもどうやら6号艇の佐々木康之が思い切って動いてまいります。4号艇にどうするかな。6に行きます。絶好学団から入れてね。巡る当然ここ高学団入れてるわ。引いた方がおもろいんだけどな。お号艇の山崎入れてるか。字が抜けるかどうかってなると3が角か。その前方気味に河村亮で3が角だ。ちなみに河合選手のモーターは悪くないんだよね。久々だよね、河合選手は。ただそう、今年初めて。2も引けば結構おもろかったんだけどな。ちょっと深くないことを願うんだけど、あの感じだと深いかな。深いな、坂口は。い
勢いでは6がいっちゃえば止めれる。1番から2番、6番、ラッシュ3番、あー3来る。いや、ここにだよ、ちょっと早い。4か2よこせ、2よこせ、よしよし、オッケー、4頑張れ、4でこい、4頑張れ、4でこい、4でこい、4でこい、よ、よし、握りゃ4じゃない、うわーちょっと6か、いや4優勢か、ただ6もいいんだよな、そこそこモーター、絞れ、4でしょ、 OK、 まあちょっと勝負度は低めですけど、新人が分かんなかった分、まあいいでしょう、7万円くらい回収してるんで、結構攻めるね、おい、オッケーオッケー、とりあえず当てることは大事だから、はい、坂口優勝おめでとう、おめでとうございます、優勝、はい、はい、4レース、このレースはモーターがいいのが2と6、まずは2号艇の新田選手の73号機、これは今節僕本当トップクラスに出ているモーターだと思うんですが、正月のレースで中口選手が予選トップ通過してイエスしたモーター、伝説の松村選手も伸びを中心にめちゃめちゃ出ていたモーターなので、これが抜けて注目で、あとは6号艇の、古川選手の30号機で、数字はそんなに高くないんですけれども、このモーターは同じく正月のレースで野中選手が使って、中口選手を差し切って優勝しているモーターなんで、その後も出足を中心に僕はめっちゃいいと思っているんで、2と6、これが注目です。ということで、まず本戦は2の差しで外枠を絡めて2156、これに5000円ずつです。5号艇の佐藤選手のモーターも中村大平選手が2回前ぐらいにそこそこ仕上げているモーターなので、3、4が売れているんですが、あえて船足のいいのは僕は56だと思うんで、船足のいい方を拾った感じですね。はい、で、新田選手、やっぱ渡辺選手と直線違うので、これがまくった場合、2356、3456と逆転があった場合、ギリギリまで抵抗された場合は、3の差し、32ですね、はい。意外とやっぱり23は売れているんですが、32になった場合は、一気にオッズが跳ねるので、あえてここはちょっと均等買いで勝負してみました。はい、これで勝負です。よし、古川来い。古川が一番、配当的にはうまいかな。それか2が1点の3の差し、あ、渡辺決めたっぽくね、いや、まくるな、まくるわ、2、4はない、2、5で来い、うわ、マジか、そうなったか、うわ、これはつくぞ、これはつくよ、新田が飛んだら、うわ、4、1、4か、1、4、2なら感じ、そう、いやちょっと3のせいで新田やられた感じだね、これ結構きついんじゃない、ここで最下位取ったら、うまいな、これこれうまいね、いやただちょっと買いづらいけど、だからこう持ってたんだけどね、お、最下位は免れた、杉山も相当悪いな、これ最下位は免れたいやちょっと買いづらいね、これだから協定は分かんないね、このモーターで2コースでも潰れちゃうの。はい、5レース、このレースは6号艇の鈴木選手が動いて1、6、2、3、4、5っていう形になったんですが、永井選手も展示ではピットバナーが遅れて付け直す形になったんで、まあそこそこ普通よりは深くなったって感じになったんですが、本番もこうなる可能性はあるっていう風に考えて、まず1号艇の高田選手の74号機は、まあ、池永選手が前回優勝してるモーターなんですけど、伸びに関しては調整次第では節1クラスに仕上がるモーターだと思っているんで、多少深くなっても伸び返す可能性があるってなれば
れば2が仕掛けても抵抗される可能性はあるので、本命は展開つくその隣の3号艇の矢野選手の差しまたはまくり差し、これを狙いました。で1と2がやり合っちゃえば両方飛んでいく可能性もあるんで3124を流しにして、本線は3125125こっちに追加購入ですね。そして2頭に関してはもう213と231これだけにしました。まくり差しだったら矢野選手は差している思うんで213でまくっちゃえば23、ただ高田選手はモーターいいので残せるっていうふうに考えて231、はい、これで勝負していきます。出たね、本番は。そして6がマジか、これだったら深くならないんだよな。インまで取りに行ってんの、ほら。当然ここは6がクロスの球種を前付けがありますが、高田さんの高田さん対象これ球種をインまで取り来てたね。ヤンキーだな、マジか。でもあんまり深くなりすぎない方が2が抵抗されるパターン、または2のまくり差しになるパターンがあるんで、そうなった場合はやっぱ3が有利になるんで、多分激深でしょ、これ。イン激深、確かにちょっと向けるの早かったな。だからイン取られるの経過したんじゃね。ちょっと油断したらイン取られちゃうから。警戒すぎだって。警戒すぎた、ひかるちゃん。本当はこれ6はあんま深くないけど、インが深いね。3-4で来ねえかな。3-4で来たら一番うまいな。インは崖深い。イのまくり差しでもいいよ。お、3いった。3いけ。3-4で来い。3-4、うわーマジかよ、やりすぎー。うわ超怖い、これはやりすぎだー。ダッシュのダッシュ3点も腐ったか。うわーそれはやりすぎだなー。くっそー、ゴーさんはないんだっけ。ないないない。5-3だったらちょっと安くなるよ。ゴーさんはちょっと安くなる。いやでも満州なんだ。うわー、くっそ、3号読んでいいんだけど。言い合わせうまいなマジで。あー、これはマジで取らんきゃいけんかったな。くっそ、ちょっと6に多分抵抗されたよね。うん、6がもう深くならなかった分、ギリギリまで抵抗されて外に振っちゃったって感じが。で4は2段まくりに行って、がっぽり空いたところ5がまくり差してきたみたいな。いやまくり差しか、今いやー53か3553。でも6コースだからちょっと買いづらいなマジで。ただやっぱり354だと一気に大きさ下がるんだね。やっぱり5頭が出上がった感じかな。あとは2が飛んだので、いやー悔しいなこれは。はい、6レース。このレースは、モーター的に注目なのがやっぱり33号機の磯部選手。この33号機は去年の記念レースで田村選手が優勝したモーターで、前節の佐藤選手も伸びに関しては究極に出ていましたし流出していましたので、これが注目なんですが、意外と展示を見る限り展示タイムも大谷選手と一緒でしたし、特別あの時みたいに覗いていく感じはなかったので、これだけ売れるんだったら他から買ったんですが、狙ったのが2号艇の中山選手。この68号機に関しても僕はかなり評価していて、直近3節間で連続で流出しているモーター。まあ正直2コースはそんなうまくないんですが、しっかり壁になれば2の差し、オッズこんだけつくならここ狙おうじゃないかということで2-1流し、はい、で2-1-3に当然一番厚めに追加購入と2-3-2-3-1これを買ってます。そして逃げは磯部選手を切って1-2-4-2-4これを買いました。磯部選手のまくり差しが詰まることになれば流れるんで、そしたら刺してくる4と残す2が残るということで、この2点これで勝負したいと思います。はい、中山スタート決めてからフライングが持ってるから、スタート決めれば止めれる。よし決めた。よしいいぞ、悪くない。
1番人気だ。3号艇の磯辺ランテルゴフ、4号艇の横澤カナディーカー。うめえな、まくり差し。うまいな。でも出てなくない？出てはないけど。出てはないよな、どう考えても。あ、でもうまいわ。磯辺誠ホーム構成開花、1番、3番、4番、両用形成。結構いい感じだったんだけどな。ただ1がすげえ伸び返してたな。まあこれできたらしゃあないな。大谷ゴリ、でも詰めてはいるんだけどな。もしかしたらもう前節みたいな直線のパンチ力じゃなくてバランス型になってるか。ただそんな抜けた気配はなかったですけどね。はい、とりあえず前半折り返し1本ちょっとここから頑張ります。はい、7レース、ここはちょっとモーター的に注目の選手がいないのでかなり難しいんですけども、1号艇の杉山選手はフライング持っていてモーターもそんなに良くないので、ちょっと波乱含みかなということで一発狙ったんですけども、3号艇の松茸選手を狙いました。29号機、まあ特別良くはないんですが、2回前に使用していた小島選手の伸び足がよく目立ったので、2の春園選手ちょっと展示でかなり遅れるシーンもあったので、3がバッチリスタート決めて、まあ、3コースも上手いんで、実績で売れていないのであれば3の頭を本線にということで、まっくり出しが本線で3-1-4流しで1-4-1-4に追加購入と、もし仮に1-2が遅れて3が絞っていったパターンの4-3流しで、最後に逃げは、坪井選手が売れているんですが3はしっかり決めると思うので、内枠が残して船足のいい5-6、これを3着につけました。長嶋選手はさっきのレースを見てもターン系は良さそうに見えたので取れる可能性はありますし、松尾選手に関しては6コースの成績がすごい良かったので展開次第で取れる可能性があるということで、あえて坪井選手を切ってちょっと高めで勝負しています。はい、これで勝負。松竹いけ。松竹のまくり出し、松竹のまくり出し激アツ。満州でしょ、4じゃなきゃ。4じゃなきゃ満州。初 A1 初 G1記念一発入れとけ。水神祭だ、ここで決めて水神祭。ちょっと遅れて1、あー決めた。お、松崎いいんじゃない。松崎いいぞ。いけ松竹、松崎いけ。これまくり差しないんじゃない。逃げんのか、入れ。あー流れた。くそー、刺しに落としてくれた方が良かったかもな。いや、だったら坪井に譲らん、譲んな譲んな。ゴリゴリと見てる。いやー、人気どこだよ、また。くそー、いや今絶好だったのに握ってもらわない方が良かったな。ちょっと1番が展開なかったね。旅行場面から冒頭開設の1号艇の杉山博成、4号艇の差しに落としてたらワンチャンあったよな、マジで。まあワンチャン、ちょっとインが強いけどね。インが強すぎるよ。ロード系3番手ででも足は良さそうだね。いやー、多分ね、杉山博成ゴールイン、2着で4番の坪井、3着3番のマッチ。ちょっとやばいな、どっかもっぱつ出ると思うんですけどね。まあちょっと本当信じてぶん回し続けるしかないな。はい、1号艇の黒崎選手、まあ、さっき狙ったんですけどもスタートを放って、まあ、何もできなかったんですが、ちょっと前日のコメントでもスタートがかなり見えづらいというか、行き足が良すぎてスタートが分かりづらいっていう風に言ってたので、フライングも持ってますし前半のレース同様ここも全速でいけない可能性はあると思うので、一発狙ったのが3号艇の大場選手、これ頭固定で買いました。深谷選手は当然売れてるんですけども、前半のレースを見る限りターン系はかなり悪そうに見えたので、だったら前節峰選手が仕上げているこのモーターで、まあ、大場選手スタートも速いんで、これが決めてまくりまで狙いました。3-1-4-5流しで3-1-4流しに追加購入します。3-1-4-1-2-4-5か。はい、やっぱり古川選手も、まあ、さっきのレースも狙ってるんですけども、やっぱりいいモーターだと思うんで3-1と3-4を本線に3-1-2-4にさらに追加コーナーですね。
はい、なので12点ですけれども、古川選手と黒崎選手絡みに集めに行きました。はい、これで勝負します。バチッと来い、スタート。深谷と同じくらいは研究ないと。バチッと来い。バチッと来い。よし、いいぞ。いけ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 、まくりさせ。あー、逃げんのかよ。まくりさせじゃねんかい。逃げんのかよ。6号艇の大橋純一郎がコーナー先に回してくれというような意思表示をするな。深谷智博、ここ回さないか。変異と変化4号艇。うわ、16なら満州だな。うわ、うまっ。いや、16じゃないこれ。深谷足悪いから先に回って優勢でありますが、深谷の方が幾分追いつき気味の雰囲気ある。16なら満州だった。満州、しかも超特大満州。おっと、おお、結局。いや、今まくり差しいけなかったか。まぁ、あ、ちょっと黒崎が伸び返したら全速っぽかったな。しかし6号艇の大橋が挽回を試みるが、わずかに届いていない模様です。先頭1番の黒崎、惜しかったな。ちょっと2着で2番の深谷、3着4番の古澤、握った分で。まあでも1位がスタートを決めれないっていう予想だったんで、まあしゃあないかな。ちょっと固いね、このまま行ったらちょっとやばいね。今のところ進入動いたレース以外1213、14しか来てない感じ、外枠すら絡んでない状況。いや、厳しいね、流れ的に。はい、9レース。このレースはモーター2のが1と2、笠原選手の35号機は前節松浦選手が優勝しているモーターで、すごく出てたんで、これが注目なのと、2号艇の足立選手の、モーターは前節安河内選手が仕上げているモーターで、前半のレースもめちゃめちゃ良かったんで、1、2が注目で、人気どころになる可能性は高いんですが、ちょっと永井選手のヒット離れが怪しくて、前半のレースの展示でも遅れてましたし、今の展示でも結構怪しかったんで、なんならさっきのレースのスタート、起こしで遅れているので、ちょっと起こしに不安あると見て、進入1、2、3、5、6、4、または付け直しての5カードまであるんじゃないかなというふうに思ってます。仮に枠なりだったとしても、さっきみたいに4がスタート遅れれば外枠勢チャンスあると思うんで、ちょっと一発穴狙ったんですけども、5号艇の天野選手を軸に買いました。で、本戦は1と2を重視して、125に万馬力、215に5000円と152に5000円、これが本戦で、もし4コースになった場合、または5カドとか4がドカ遅れの5コースになった場合のまくり差し突き抜けと、1534の、はい、ちょっと5から大穴狙ってみました。はい、これで勝負します。ピットバナル遅れてくんねえかな、それが一番熱いんだけど。いや、遅れろ、クソ出たか、無難に出たか。まあいい、まだスタート遅れるのあるじゃない。マジで、よっしゃ、これ5頭あんぞ。4がスタート遅れてくれればよかった。2、1流しとかに絞んなくて、これならワンチャンあってもいいんじゃない。攻めろ、まくり切っちゃダメよ。まくり切っちゃダメよ。5のぞいてんぞ。がっつり揃ったけど、これじゃあ5まくりなし。入れ入れ、やばい、待って、25ない、215で来い、215、215、よし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 、オッケーオッケー、頼むぞ、そのまま来いよ。ミスんな、あーミスったー、マジでーったー、マジでー、頑張れ。いやー、マジかー、優勢か。よし、ナイスナイス、よし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 、そのまま来い、危ねえ危ねえ、よし、215来い、頼むぞ、
当に伸び型にしてるからそんなにレース足は良くないな。さんはちょっとお気に入ってない？よしよし、オッケーできたろ。うわあぶねえ、マジ焦った今。521とかまで見えてたやん。マジ焦ったわ。25ちゃったら鬼もんですよ、マジで。よしよしよし、オッケー、ナイス。まあ、マンバリはしてないけど、5000持ってるから、まあ、そこそこっしょ。あー、とりあえず、プラスにはなった、これで。あと一発当てりゃプラスだ。心臓に悪い、今のは。今のリマークは心臓に悪い。オッケー、とりあえずプラスに行きましょう。あと一発当てりゃプラスです。よし。あぶねえ。ああ、助かった。はい、10レース、このレースは、磯部選手の33号機がやっぱりいいんですが、さっきのレースを見る限りはそんなに、前節ほどは出てなかったので、まあ、ここモーターいい選手揃ったんで、最近磯部選手フライング行ってからスタートを遅れ気味っていうこともあるんで、さっきのレースもコンマ26か全然いけてないっていうことを考えても刺される可能性は僕はあると思うんで、逆転買いました。で、狙ったのが、2と3の差しとまくり差し、これを買いました。2号艇の山田選手の64号機は数字もあるんですが、前節坪口選手が優勝してるモーターでめちゃめちゃ気配いいので、まずはこれが注目で、佐々木選手に関してもさっき前付け行って潰されただけで、直近の気配はめちゃめちゃいいモーターなので、3コースうまいということを考えてもまくり差しまであるかもしれないんで、231流し、これを均等買いして2351。ごめんなさい、これなんで5にしたかっていうと、5号艇の重野選手の前半のレースの気配、行き足がめっちゃよく見えたんで、5に着につけてます、はい。で、逃げは同じく5を軸にして、1235に5000円と1523に3000円、これで勝負します。新田選手は73号機のポテンシャル出し切れてないと思うんで、2-3 のスタートが速いことを考えても止められる可能性が高いんで、内枠勢と行き足のいい子、これを重視して買いました。はい、これで勝負します。1がちょい込みの2-3バッチリ、これが一番最高の展開。さあスタートバッチリ。3、いいんじゃない？いや、いいよ、完璧。3まくり出せ、いけ、抵抗か。うわ、くそー、マジか、やりすぎたな。まくり差しいけなかったか。くっそー、今3-1来ると思ったんだけどな。攻めすぎた。切り返す、2号で開いている山田優太、開きながらも切り込んでくる。うわー、1-4かー。いや、今それは無理やりすぎるだろう。なんで今日みんなまくり差しじゃなくてガンガン握ってくるんだろう。うまいな、今のは。磯部がうまい。しかもモーターも完全に復活してるね。いやー、ただ今ワンチャンまくり差しって入ってなかったかもな。うわー、マジか、今もらったと思ったけどな。はい、11レース、ちょっと本当に因が強すぎる流れなんですが、この11レースなら、まあ、波乱狙うならこれが最後のチャンスかなと思うので、ここは穴から行ったんですが、やっぱり1号艇の坪井選手は、僕はこのモーターはそんなにいいと思っていないので、まあ、売れているんですが、陰線そこまで信頼度高くない選手ですし、逆転から狙いました。モーターいい選手ががっつり揃ってるんですが、狙ったのが2号艇の新見選手の差し、これを頭固定で買いました。新見選手の55号機は、まあ、勝率もあるモーターなんですが、前節の鈴木選手、そして3節前の宇佐美選手の気配が抜群に良かったので、その前の矢子選手も優勝してますし、直近の上昇度で言えばこの中では坂口選手の55号機と同じぐらい僕はあると思うので、まあ、5頭も考えたんですが、3号で岩瀬選手まくり差し狙ってくると思うので、そしたら差しは開かない可能性があるので、だったらオッズを見ても
2号艇のオッズがっつりついてるんで、だったら2の差しの方が妙味あるんじゃないかということで、2-1、3-4-5、これが大本線ですね。これを5000ずつ入れて、船足悪いんですけども何があるか分かんないんで、一応6000円を押さえました。そして1のターンが流れすぎて、まあ、3-4-5モーターいいので刺してきて2着に来たパターンで2-3-4-5-1、これを買おうとしたんですが、道中の逆転も考えてもう思い切って2-3-4-5-1-3-4-5、ここまで買いました。はい、なのでこれで2の頭ごとに勝負したいと思います。はい、お願いします。うっ、4が弾き出された。まずいぞ。5頭見えてきた。角だね。岩瀬しっかりスタート決めてくれないと。このモーターならちょっとやばいよ。頼む、2の差し。後輩と2の差し。スタート揃え。よし、3は決めた。いや、来るか。いや、大丈夫だ。いや、1出てんな。刺され。あー、1、2、3、1、めっちゃ出てない。なんでこんな出てんの。このモーターこんな出す。うわっ、このモーターこんなに出す。やばいぐらい上積みしてるやん。直線が全然つぼいのが出てたな。最後、まあ、ちょっと展示次第だな、ドリームは。だね、展示がね、本当に全員抵抗とかするようなら、もう点数絞って当てるしかないんで、まあ、展示次第で穴狙えるなら、ちょっと狙います。はい、最終レース。展示で平本選手がピット離れ遅れて赤岩選手5コースになったんですが、そのまま前付けに行って全員抵抗して平本選手の短期っていう形になったので、本番は平本選手がピット離れ出ればオールスローか3対3、平本選手がピット離れ遅れれば平本選手の短期か1-2-3-4-6-5になると思うので、もちろん池田選手逃げめっちゃ硬いと思うんですが、仮に3対3になった場合、一発があるとすればやっぱり角戦、期待値高い徳松選手のまくり、またはまくり差しなんですが、それ仕掛けていけば池田選手も、直線もありますしスタート力もあるんで、徳松選手が抵抗された時の平本選手のまくり差し、これまで買いました。4-5-1流しで、まくり切っちゃったパターンは4-5-6-1-2-5-6と5-4-1-2-6、これがもう大穴展開。そしてオールスローまたはもう逃げ鉄板レースになってしまった時は平本選手の3着付けで、相手は2-4、これにしました。平本選手はやっぱり道中の逆転がすごいある選手なので、道中上手い選手なので、それを信じて3着付けで、相手は菊池選手はちょっとモーターが悪そうなので2-4にマンブラって感じですね。はい、最後これで勝負します。頼む、わけなり3対3でお願いします。平本出てくれ、頼む頼む。あー、やられたか。3が出された。おおい、なんだよ菊池それ。1-2-4-6-3-5、なんやねんそれ。徳松の角まくり展開がなくなった。しかも徳松って4コースの方が全然期待値高いんだよな。あー、くそ、角まくり展開なくなった。引いた。しかも赤岩芳雄が本番4コースを角にして、もうこうなったら平本の3着を願うしかないな、マジで。なんとかなる。
あー、揃った。これはきつい。これはきつい。いやー、マジかきついね、もう侵入から。優勝だろうな、これはちょっとつまんないよ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、残念でした。得意のガマゴーリーは初日勝てると思ったんですが、まあ、ちょっと悔しいですけど仕方ないかな。今日は敗因は5レースが取れなかったことかな。唯一の満州が一応ダッシュの3艇で決まってるんで、まあ工夫すればもしかしたら取れていたかもしれないと考えたら、敗因はやっぱこれを逃したことかなっていうふうに思います。はい、2、1、5は取ってるんで、あと全部イン逃げで、配当的にもほとんど、15倍以下、仕方ないかな。ただ今日みたいな日、基本的に僕ストレートを食らうこと多いんで、今日みたいな開催だったらこれだけのマイナス、これだけに収められたっていうのは良かったかなって思ってます。まあ、今日みたいな開催で全レース勝負して、まあ、ストレート負けしなかっただけ次に繋がったかなということで、今節のガマゴーリに関しては撮影ね、ガンガンやっていこうと思ってるんで、現地にも行きますし、まあ、いろいろ、ちょっと撮影して頑張っていこうと思います。はい、切り替えてちょっと頑張りたいと思います。はい、じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。